今日紹介したいのはこちらの本ですね、うん、自分の強みを見つけよう、8つの知能で未来を切り裂くという本を読みながらですね、うん、ちょっとその8つの知能って何っていうのをお話しできればなと思ってます、はい、このこちらの本はですね、多重知能理論というのを紹介している本なんですね、うん、多重知能理論で最初聞いたことあります？聞いたことないです。ないですよね、うん、ちょっと紹介しますと、この多重知能理論というのは、すべての人間には8つの知能、うん、論理、数学、言語、音楽、空間、博物っていうのは博物館の博物、はい、と身体、運動、対人、内省が備わっている。でそれらは必ずしも使っていないようでも必ずあるっていうものらしいんですけど、はい、この有賀さんがその多重知能理論を知ったのはアメリカに留学した時だと、うん、ハーバード大学のハーバード・ガードナー博士の多重知能理論の本に出会ったと。この多重知能理論というのはハーバード大学のハワード・ガードナーさんという方が提唱したものだと。で頭がいいってどういうことだろうというのがやっぱりここから始まるんですね、うん、前回のライブとかでも紹介しました、うん、本田式認知特性、はい、でも頭の良さにはみたいな話をしたんですけども、うん、前やったのは頭の使い方の好き嫌い、認知もう好き嫌いに認知の特性、はいはい、うん、僕認知の特性って言われるとはにゃってなっちゃうんですけど、好き嫌いっていうとなんか違う気がするんですよ、はい、っていう話です、はい、で認知の特性、はい、要は、うん、癖ですよね。あ、癖っていうか考える時とか受け入れる時ですね、受け取る時に外の情報を受け取る時にどこが得意かって話ですよね、はいはい、僕それ好き嫌いじゃないの？好き嫌いっていうともっといろいろ含まれるじゃないですか、もう同じ絵が共有できないのでこの考える部分とか、はい、で、はい、前紹介したのは、うん、その特性だって言ってたんですけど、はい、ハーバード・ガードナー博士、うん、多重知能理論は、うん、頭の良さだって言うんですね、はい、違うじゃんと思って。この間のあれもなんか知能と分かれてましたよね、認知の部分と知能と16個かなんかあったじゃん。あ、そうですね、うん、ありましたね、はい、でこっちも好き嫌いというとこっちも含まれちゃうみたいな話ですよ。認知って受け入れるのが得意だけポカンですよこの好き嫌いだと、まあ、好きか嫌いかだからこう見るのが得意、インプットですよちょっと今、はい、演算ができてない演算の意味がちょっと分かってるんですけど、はい、で ここでもやっぱり頭のいい悪いっていうのが出てきて、うん、じゃあ頭のいいって何って聞かれるとやっぱり IQ が高いとか、うん、学校のテストでいい点が取ることができるとか、うん、頭の回転が速いとか、うん、周りに対して気を使えるとか、うん、言葉選びにセンスを感じる、うん、商売で成功している、両親が知的職業についているっていうのを頭がいいっていう、はい、確かにその松本人志さん、はい、もう、うん、頭がいいって言いますもんね。頭が切れるとか、うんうんうん、頭が切れるっていうのは頭がいいっていうことだとすると、うん、切れるよねっていう表現をすると思うんですね、うんうんうん、ただじゃあ松本人志さんが、うん、天才的な数学的な能力があるかっていうと、うんうん、まあ、そうではないって、はいはい、まあ、北野武さんは両方とも持ってそうですけども、うん、で、まあ、頭がいい、でも今確かにいろいろあるなっていうのが分かると、うんうんうん、じゃあその頭の良さは測れるものかと、うん、じゃあ学校のテストの結果は頭の良さではないの、うん、なんて言われるんですけども、うん、その学校のテストはここで書かれているのは、はい、頭の良さを測るものではないと、うん、テストで測っているものは、うん、学力だと、うんうんうん、学力というのは学ぶ力ですね、うん、学校において一部の能力を数値で表して比較するために行う大半のものは、うん、学力テストと呼ばれるもので、学力テストとは限定的な分野と範囲の中で個人の学力を比較できるように測定するもの、うん、多くの人が例えばね、数学のテスト100点だったんだって言うと、うんうん、頭いいね、うん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 、でも数学のテスト100点だったんだ、うん、数学の能力高いね、うん、普段の会話ではよくその頭がいいねって言うけども、うん、本当なら、うん、数学の能力高いね、うん、っていうのがより明確した表現であろうと、うん、
ただこの数学の能力高いねっていうのも、うん、またこれも正確ではない、うん、この本では言っていて、うん、例えばその数学のテストがいいっていうのも、うんうん、高校3年生が、うん、中1のテストを受ければ、うん、おそらくそうなるだろうし、うんうん、いや僕自信ないですけどね、まあ、小学3年生ぐらいまで落としたらいい、あなた頭いいですよ、はい、っていう、うん、ほとんどの人が100点取ることも可能であろうと、うんうんうん、学校のテストの結果は、うん、出題範囲の中の学力を確認するためのものであり、うん、総合的な意味の頭の良さではない、うんうんうん、なのでその走る能力についても 50m6 秒台、うん、走るのが 50m6 秒台は、はい、これ早いですね、うんうん、これは数値で誰にでも分かる、うんうん、ただ頭の能力については、うん、そのあの人頭いいよね、うん、100ブレインパワーだって、うん、っていうのは残念ながらないんですよね、うんうんうん、100ブレインパワーとか計測できないできない、うん、はい、なのでここでも書かれるのは偏差値っていうのも正しい指標ではないというのが出てきます、うん、まあ、努力もありますもんね、勉強そうですねでもそれも、まあ、出題範囲とかの中でどれだけっていう話ですもんね、し勉強したかしてないかもあるじゃないですか、あります、うん、はい、で例えばこうマイナーな勉強、はい、なんかマイナーな資格の勉強、はい、ですごいいい点取った人と、はい、そんなマイナーだから勉強してない人がいて、はい、どっちが頭いいかみたいな比べられないじゃないですか、名古屋城検定ですね、名古屋城検定、はい、うん、みたいな、こう勉強したかしてないかで勉強したから頭がいいってわけでもない、はい、そうですね、うん、ただ、まあ、ここで言われているのは現代で必要なのは問題解決力ですよねと、うんうんうん、でその問題解決力を身につけるために、うん、その自分の得意な分野とかが分かっていれば、うん、そこを使う、うん、まあ、その論理数学言語音楽空間博物身体運動対人内政、まあ、8個あるんですけど、うん、今日これをちょっと皆さんで、うん、自分の能力がどれぐらいだっていうのをやってみませんかと思ってるんですね、はい、うん、でその簡単に掴んだ上でじゃあそれぞれこの知能が得意な人はこの職業が向いてますよとか、はいはい、そういったお話ができればなと思ってます、うんうん、この自分にはどのような多重知能が備わっているか考えてみようっていうので、これはまあ8個のテストで4段階、うん、はい、1はない、4がある、はいはいはい、っていうので、うん、この本では、うん、自分の主観で構わないと、うん、じゃあ一回体調と私のやつ出しましょうか、はいはい、今日ここでやりたいのはこの論理数学的知能っていうのは、はい、こういう能力だよ、うん、じゃあ皆さん自分で考えた時に何点ぐらいありますか、うん、っていうのをやってみようと思ってます、うん、